かわいい。あゆなさん、おはようです。ほい、おはよう。いっぱい寝たからお腹グーグー。マジでお腹すいた。おはようの好きな飲み物入れるですね。好きな飲み物、おはようの好きな飲み物なんだいそれは。今日も元気な一日にしようね。うんうんうん、やったー、またあゆなさんに会えた。かわいい、はしゃぎっぷりが。お顔を見られて嬉しいです。朝って何飲む？私普通に水かな。ミルクたちのお顔もいっぱい。私家におる間基本的に水やな。外に出たらジュースとか飲むけど。今日は何をしましょうか？何しても楽しいよ。なんかももちゃんの方がめちゃくちゃウキ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 しとんやけど。さあそれじゃあ、とりあえず何、ご飯食べるの？お腹すいた？新しいのどんどん増えてくのこれ。トースト、バタートースト、カリッとふわふわ、猫も食べられる特別なトースト。どんなトーストなんやろ、めっちゃ気になるんやけど。てか材料ってどうやって手に入れんやろね。レンズで素早く切る。何を切るの？パン？上手です。え、そういう感じ。なんかトントントン。え、そんななんかみじん切りみたいな感じにする必要ある？2枚にしか切ってないんやけど、怖。どういう切り方？しかも切れてないやんそれ。ぴったり5秒で止めて取り出しましょう。5秒ね。はい、1、2、3、4、5。どうよ。え、ぴったりやん。うん、5秒40。うん、まあ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 。え、でも成功やろ。完成、バタートースト。いいね。1000点満点ってことかなこれは。はい、どうぞ。いただきます。ひとやん、完璧に。私ね、ジャムつけるときってさ、焼いてないパンにジャムつけたいんやけど。焼いてない、ただ単にふわふわした状態のやつにつけたいんよね。なんか焼いたらジャムはいらんかな。ごちそうさまでした。うんうん、満たされたかい？ほい、エピソードが。お、近寄ってきた、近寄ってきた。改めまして自己紹介。というのは猫たちのってこと？お、来た来た、ミルク。ミルクちゃんがあなたのところに来て、なんだかもじもじしていました。あゆなさん、教えてください。私の自己紹介ってこと？ももちゃんと仲良くなるにはどうするといいですか？ミルクがももちゃんに自己紹介するってこと？このお家に来てあゆなさんとおしゃべりしてたら、なんだか今まで感じたことのない気持ちになったんです。私に対してってこと？とってもあったかい気持ちです。うんうん、だからそういう感じでももちゃんにも接したいということか。仲良くなれたら、うんうん、もっとあったかになれると思うです。圧倒的にミルクはね、私とばっかり喋るよりもね、今のところ。確かにももちゃんはミルクちゃんが来てからなんだか隠れてばっかり。そうなんや、なんかね、ももちゃんのエピソードが全然ないんやけど。え、そういう段ボールに、あ、ももちゃんがちょっと顔を出して、あなたとミルクちゃんを見ています。こっちに来ればいいのに、逆に向こうがね、なんかよその子みたいな。今の話を聞いていたのかな。お、ってことはちょっとあやみ寄ってあげたりとか。ももも、あゆなさんと仲良くなって、ももも、なんだかあったかい気持ち分かったの。お、それでちょっと意気投合するんじゃないの。だからミルクちゃんの言ってること分かる。うんうんうん、ほらほら、あのミルクはももちゃんとも仲良くしたいです。もうほら、兄弟のように育っていってくれれば。わかんないわかんないわかんないんだもん。普通に仲良くしてよ。猫の世界のルール的なものがあるんかな。ももちゃん、あなたの後ろに隠れてしまいました。恥ずかしがりか。どうしましょう。あゆなさん、もうぐいぐい行っちゃっていいと思うよ。まず自己紹介したら。改めてね、自己紹介って何？あそこから
私はこういう猫ですっておしゃべりするんだと思います。ももちゃんってあんまり言葉知らんのかな。わかった、こういう猫ですっておしゃべりするのね。うんうん。ももは、ももはね、あのね、あのね、何話せばいいの。ももちゃん結構口下手な感じよね。そうだ、あゆなさんにつけてもらったお名前についてお話ししませんか。めっちゃなんか他人行儀な感じがするけど、まあなんかもっと歩み寄ってくれればね。ね、ももはね、ももって名前好き。ね、うーんとね、喜んでもらえてよかったよ。なんだかとってもほんわかな名前なの。わかります、あゆなさんがミルクって読んでくれると胸があったかくなってほんわかするんです。なるほど、まあ、今まで名前がなかったのにつけてもらって呼ばれたら嬉しいもんか。二人はほんわかと言った後、その言葉を刻むように胸を押さえました。ほんわかはですね、ちょっと気が合っとんじゃない。ミルクはあゆなさんのことももっと知りたいです。ももも一層あゆなさんのこともっと知りたいのよ。最初はミルクから聞くです。あ、なんか交互に質問攻めされる感じね。あゆなさんは男の子ですか、女の子ですか。これはゲームのシステム的にはあれやけど、パッと見てわからない。女です。女の子なんですね。猫にとってはわからんのかもしれんね。やっぱりあゆなさんって可愛いなって思ってたんだよ。え、絶対思ってない件聞いたんやん。ミルクはもしかしてあれ男の子かと思ったってこと。って男の子の子は娘と書く。ももも質問したい。どうぞどうぞ。あゆなさんは学生さん、それともお仕事をしているの。私は学生さんですよ。学校に行っている人。ふむふむ、あゆなさんは学生さんなんだね。てかなんでそういう言葉は知っとるん。自己紹介は知らんのにね。青春とお勉強が大変って聞いたことがあるです。ミルクはなんか難しいことを知ってるのね。青春とお勉強が大変、青春は大変なのか。大変なの、楽しいよ青春は。まだまだあゆなさんの知りたいこと。二人とも同じ動きしよる。あゆなさんのいい日っていつなの。あゆなさんのいい日、いい日とは何でしょうか。何いい日って。ももも、ちゃんとは知らないけど、お誕生日っていうとってもいい日があるらしいのよ。ね、そういうことね。お誕生日ですか、まあ、知ってるです。いい、確かに生まれた日のことを言うんですよ。確かにその人が主役の日やもんね。あゆなさんのお誕生日はいつですか。私のお誕生日は、誕生日の月を選んでください。私は6月です。誕生日の日にちを選んでください。はい、4日です。教えてくれた日がお誕生日で合ってるです。合ってるよ、6月4日だよ。合ってる。あゆなさん、いろんなことを教えてくれてありがとう。全部覚えたよ。猫の記憶力すげえな。ミルクも全部覚えたです。すげえな。最後にもう一つだけ聞きたいことがあるです。人間でもね、メモ取らんと忘れたりとかするのに。あゆなさんは何色が好きですか。お、私が好きなのはピンク、ピンク。ここは打ち込みなのね。はい、私が好きなのは、あ、ピンクって出とるやん。はい、私が好きなのはピンクです。オッケー。ピンク、あゆなさんらしい色だね。うん、ありがとう。そんな可愛らしい感じかどうかわからんけど。ミルクも好きになりそうです。え、もうそれぞれあれやん、イメージカラーが赤と青やけんね。じゃあミルクちゃんは何色が好きなの。ミルクは水色が好きです。まあ、目の色もそうやもんね。お皿の色みたいですから。ももちゃんは何色が好きです。わ、赤。ももは銀色が好き。銀色、お魚の色。全然何にも体関係なかった。身につけとるものも関係なかった。いっぱいおしゃべりをして一緒のことが見つかって、少しあなたと2匹は仲良くなったみたいです。ちゃんとね、距離を縮めてくれたんならよかった。お、家族レベルアップ。家族レベル4。これは一体どこまであるんやろ、レベルは。あゆな
さんは美味しいお料理が作れてすごいです。まあ今のところめちゃくちゃ簡単なものしか作ってないけどね。ミルクにはあゆなさんがキラキラ輝いて見えるですよ。私にはミルクの目がキラキラ輝いて見えるよ。キラキラ輝いてるみたいにすごいってことを。キラキラ輝いてるみたいにすごい。褒める言葉知りたいです。キラキラ輝いてるみたいにすごいを褒める言葉、それを褒める言葉、キラキラ輝いてるみたいにすごいことを褒める言葉、なんだいそれは。ワンダフル、猫なのに。あれやん、外国の人とかならきっと言うよ。ワンダフルって言えばいいですね。あゆなさんはお料理上手でワンダフル。あ、ほらもうなんかミルクが言ったらそんなに違和感を感じない。合ってる合ってる、大丈夫。合っててよかったです、ワンダフル、もっと使ってみるですね。そう、使って使って、どん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 。優しくてワンダフルです。それからかわいい。いっぱいの言葉を知っててワンダフルです。まあ人だからね。あとあとくっつくとあったかでワンダフルで、めっちゃ使うやん。ちゃんと毎日起きてワンダフルで。起きるよそりゃ。何、一日寝っぱなしの日とかがあるの。一度で全部出てこないです。褒め殺されるわミルクに。教えてくれてありがとうです。またお話ししてくださいです。ぜひぜひ。かわいい手振りよる。さあそれじゃあ撫でておこうか。ん、なんか今マークで撮った。気のせいかな。大満足早くね。なんかさっきマーク出てなかった。気のせいかな。なんかこの辺にさ、あ、気のせいか、何かしら出とったような気がしたんやけどな。な、何もなかったわ。この辺プレゼントってなんなんやろ。猫にプレゼントができるってこと、そういうことかな。うわ、なんかめっちゃ増えた。種を見つけた。種を見つけたってどういうこと。昨日お散歩してたら不思議な形の種を見つけたです。見つけてきてくれたんや。へー、あゆなさんにプレゼントする。ありがとう。丸い種を5つ。お庭で育ててみたら素敵なお花が咲くかもしれないです。クンクンしよった。やっぱ花の匂いとか嗅ぐの好きなんかな。なんか匂いに敏感なのって犬っていうイメージやけど、猫も人よりかは多分鼻効くよね。わからんけど。わからんけど。好きな、これは、あ、ミルクか、桃かっていうことか、これ。あ、なるほど、そういうことね。好きなもの教えて、お菓子。あゆなさん、聞いてくださいです。なんでしょうか。よく見るテレビ番組で、見たんですけど、コンビニ限定のよく見るテレビ番組があるのね、ミルクに。あるらしいです。もうそこからびっくりなんやけど。コンビニにはお菓子いっぱい売ってるんですもんね。そうなんよ。なんかね、毎週毎週新商品入ってくるけんさ、毎週欲しいものが。それで教えてほしいです。めっちゃ増えるんよね。あゆなさんがローソンでつい買っちゃうお菓子って何ですか？私がつい買ってしまうお菓子。私がね、最近、もうほぼ毎回ぐらい買い寄るのが、あれなんよ。片揚げポテトなんよ。片揚げポテトなんよ。マジで。いや、美味しいよ。マジで美味しいよ。ひらがなとカタカナで教えてあげた方がいいよね。片揚げポテトの塩味を、あ、間違えた。塩味を買ってます。ポテト、ポテト、はい。片揚げポテトをつい買っちゃうですね。そうなんよ、ついついね。ここ1、2年ぐらいでデビューしたばっかりなんやけど、片揚げポテトって甘いお菓子ですか？甘くない、甘くない。甘くないです
か？しょっぱいやつやね。しょっぱくってなんか食感がいいやつ。しょっぱいよ。片揚げポテトは、あ、でも片揚げポテトの味にもよるな。でも基本的にしょっぱいものが多い気がするけど。食べ始めると止まらなくなっちゃうです。そうなんよ、もうしょっぱいの大好きで私。ミルクも、あ、なんか甘いのもすごい好きなんやけど、最近は甘いかしょっぱいやったらしょっぱいもの派。今度、あ、絶対そんな塩分が高いもの食べたらいかんよ、ミルクは。ミルクも片揚げポテト、あれやね、一回ちょっと塩気をなんか表面の塩ぐらいは取ってから揚げた方が。食べられたらとっても嬉しいです。みんなで同じものをね。エピソード。このなんか題名みたいな感じで出てくる時と出てこん時があるのは何なんやろうね。題名みたいなのが出てくる時はなんかストーリー的な感じなんかな。なになに。あゆなさんはスマホって持ってる？持ってるよ。あゆなさんはスマホ持ってるんだ、すごいね、いいな。何？モモも持ちたいの？あのね集めたガラクタでスマホ作ったの。え、すごい。何、どういうこと？発明ができるこの子。どうしてスマホ作ったの？いや、頑張ったね。やった、ありがとう。どんなの見たいんやけど。見せてくれんの？それ、ね、ミルクちゃんとお話しするときね。何、電話、通話するの？もしかして顔を合わせるとまだまだ目と目を見るのは猫の喧嘩の合図みたいなものなのよ。そうなんや。でもでも、ミルクちゃんともっとお話ししたいなって思って、うんうん、それでね、スマホ作ったの。使えるってこと？ちゃんと、すごすぎるやろ。ミルクちゃんの分とアユナさんの分と。マジで嬉しい。私の分もなんや。それでね、電話ごっこでお話ししたくて。あ、ごっこね、聞こえとる体でね。アユナさんに、そういう感じ。ミルクちゃんを誘ってくれる？うんうん、自分で誘ったら。いや、なんか言い方が冷たいよね。いいよ。わーい、ありがとう。とりあえずきっかけ作りね、こっちがして仲良くなれたらね。ミルクちゃんを電話ごっこに誘いに行きましょう。あ、あゆなさん、どうしたです？電話ごっこがしたいらしいよ、ももちゃんが。みんなで遊ぼう。はいです、みんなで。ちょっとドキドキするですけど。かわいい。嬉しいです。でも壁紙逆らないんやね。もう猫を飼うべくしてあるような家やん。ミルクちゃんと一緒にリビングに行きましょう。あ、あゆなさん。今のはどこやったん？部屋？あの、これ、どうぞ。手作りスマホどんな感じ？ももちゃんがミルクちゃんにスマホをプレゼントしました。え、わ、これ。すごいやん。おもちゃ？あれを作ったん、やばくない？ダンボールとかかと思った。かわいい。あのスマホ欲しいんやけど、私。めっちゃかわいくない？お電話です。いいな、いいな。お電話です。あゆなさんとミルクちゃんにお電話ですよ。めっちゃノリノリやん。スマホ越しやったら全然大丈夫な感じ。はいです。こちら、ミルクです。かわいい。ももだよ。こんにちは。こんにちはです。いや、もう遊び方がかわいいわ。こっちのお天気はどうですか？こっちのお天気は、ピカピカの晴れだよ。そうですね、いいお天気です、うんうん、ももちゃん、こっちはピカピカの晴れです。ももちゃんの方は同じ、こっちも同じお天気だよ。まあね、同じところにいるからね。そうですか、一緒で。うん、一緒。じゃあ、またね。それだけ？天気の話しただけ？はいです。また電話しましょうです。いや、でも二人が楽しそうだからいいけどね。仲良くなった？ちょっと。あゆなさん、聞いてほしいことがあるです。何？どうしたの？桃たち、あゆなさんに遊んでほしいの。ふんふん。だからミルクたち、それぞれ遊ぶ道具持ってきたです。道具があるの？なになに？おもちゃ？拾ってきたボール。ふんふん。ミルクが持ってきたのは、ボールとかで遊ぶ猫って。手作りの猫じゃらしです。手作り作ったの？抜いてきただけじゃなくて。遊んでくれる？いいよ、遊ぼう、一緒に遊ぼう。ありがとうです。うんうん。猫たち
と遊ぶことができるようになったので猫たちと遊んでみましょう。遊ぼうを押してみますね。ここでは猫と何をして遊ぶかを決めることができます。今回は猫じゃらしを選んでみますね。ボールを使ってあげないの。うんうん、猫じゃらしね。音楽に合わせて。あ、リズムゲーム。なるほど、そういうこと。猫じゃらしを振ってね。はい。どれを押せばいいのかがよくわからないんだけど、これは押せてるんですかね。あ、そういうこと。あ、そういうことね。ちょ、あーやばい。あーやばい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 。これはちょっと歌詞も気になるんやけど、めっちゃ。集中したら、あ、お、あ、ちょっと待って、あー、コンボが途切れた。おお、あ、やばいやばいやばい。かわいいんやけど、ちょ、2匹の動きが。おお、途切れた。またしても。てか、この歌こんな長いんやね。すごいすごい。よかったの、今のはよかったの。ノリノリは君たちだよ。めっちゃ揺れてたやん。お、素材ゲット。素材？四つ葉と幸せの水。四つ葉育てれるってこと？猫たちとボール遊びで遊べるようになりました。猫たちと猫じゃらしで遊べるようになりました。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、じゃあ次できるようになるのは何かな？お出かけ？お出かけってどこに出かけれるんやろ？楽しそう。街を歩けるってこと？